旅人？旅人ではありませんか。あ、お前はハイパシア。本当ですわ。なんて嬉しいことでしょう。あなたたちに会えるなんてとっても幸運ですわ。この人は？オイラたちがアビディアの森にいた時に会った修行中の学者なんだ。あの時はサティアオダライフの段階にいたんだ。そうなの？ええ、よく知っているお友達です。ここに来てからというもの、私と話をしてくださる方はほとんどいませんでしたわ。本当にちょうどいいところに来てくださいました。ハイパシア、喜びすぎだぞ。ところで、アビディアの森を離れるなんて、もう森で修行しなくてもいいのか？いや、待てよ。もしかして修行が終わってもうパリプーナライフに入ったのか？どうでしょうね。私、意識の中で神に会いましたの。本当か？よかったじゃないか。あなたたちとこの崇高な喜びを分かち合うことができるなんて、なんと素晴らしいのでしょう。神と意識を交わすことができたあの瞬間は、比類なき至高の体験でした。そんなにすごかったのか。そうなんですの？あ、少し待ってくださいな。あなたたちとの約束を忘れていなくてよ。あの時、もし私が真の知恵を手に入れたら、あなたたちがかつて世界中で見たものを説明できるかも、と言いましたでしょ？今の私は、知恵を手に入れただけではございません。あなたたちの意識と神の意識をつなげるお手伝いだってできますのよ。そんなことができるのか？聞いたことはないわ。でも、試してみたいのなら、私はあなたの意識を全力で守る。少し待っていてくださいな。パラハームを少々持ってきますから。これは、必要不可欠な儀式なんですの。またあのお香か？さて、では。私の手を握ってくださいませ。意識をつなぐ通路を作ります。え、準備はよろしいかしら。かつて三度も裏切られ、この世は欺瞞に満ちたまやかしに過ぎないと知った。僕の怒りが静まることはない。一度目が神、僕の創造者、僕の母。それは力に左右され、役立たずの僕を捨てた。二度目が人、僕の家族、僕の友人。それは恐怖に縛られ、僕を忌まわしいものとみなした。三度目が同類、僕の期待、まだ羽の生え揃わぬ鳥。それは寿命に支配され、僕との約束を破った。人は信用できず、神は憎しみを与えるから。僕は全て諦め、人の世の一切を否定し嘲笑う。二度と胸の内を世俗に染めはしない。低劣な人の感情も捨てた。僕の空っぽな部分は、生まれたばかりの真っ白な巻物のような神聖に満ちた至高なる神の心で満たされる。
恐れずとも、痛みはほんの一瞬だ。君たちの時代は今終わる。これはオイラたちが見たのって残響の過去なのか。いろんな情報が重なったぞ。でもハイパシアの言う神が残響なんかと何の関係があるんだよ。ご覧になりましたか？感じましたか？崇高なる神、崇高なる意志、崇高なる感情を。はあ、残念です。本当に残念です。私のこの胸の中で鼓動しているのはただの汚い人間の心。神よ、どうか私に慈悲を、私に救済を。気づいているかしら、これはパリプーナライフなんかじゃないわ。おそらく。どうして怒鳴りつけるのですか？どうしてあの方たちは私を避けるのです？私は神の知恵を手に入れたのですわ。褒められるべきではありませんか。暗闇の中で探索を続け、光を見つけたのですよ。ハイパシア。そうあるべきですのに。いえ、お待ちを。まさか、私は気が狂ったのですか。待って、辺りがおかしいわ。